トップ3が米国50州以外の出身になれば史上初めて。エンゼルス、大谷翔平投手も参戦するわ。リーグの本塁打王争いはいよいよ最終コーナーを迎えた。現在ブルージェイズのブラディミール、ゲレーロ JR 内野手とロイヤルズのサルバドール、ペレス捕手が45本でトップに並び、大谷は1本差の44本で追う展開だ。ここでベースポーツ専門局 ESPN が興味深い指摘をしている。この3人はみんな、米50州以外の出身なのだ。同局はスタッツ&インフォ公式ツイッターでもしサルバドール、ペレス、ベネズエラ、ブラディミール、ゲレアウ・ゲアヤル、キャナナ、翔平、大谷、日本、や今シーズンの本塁打数トンク3に居座れみゃ、単年の本塁打数トンク3が全員米国50州外生まれという初めての事態になると伝えている。これにはファンからもこのスポーツが米国外でどれだけ強いのか多くを語っているね、今までなかったことにびっくり、本当に国際的なゲームだ。これは野球にとって素晴らしいことと好意的な反応が寄せられた。現在野球が五輪種目に定着できないのは、プレーされている国が少ないことも理由の一つに挙げられている。この争いに象徴されるような米国外への国際的な広がりは野球の市場と可能性をさらに大きくしてくれるのかもしれない。